ラブスケットは、障害者の方専門に開業した、性風俗店になります。その寝たきりで呼びたいけど、自宅に呼びたいんだけど、うん、家族の理解が得られない。いやらしい画像とか送られてくることないですか？皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は対談動画ということで、ラブスケットの花さんと対談をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてなので、はい、まあ、私もそんなたくさんこう情報を得ているわけじゃないので、はい、今日はいろいろお話ししていきたいと思うんですけど、はい、まず、ラブスケットってじゃあ何かっていうのをちょっと皆さんに、はい、説明していただいてもいいですか？急に振りますけど。はい、ラブスケットは、障害者の方専門に開業した、性風俗店になります。性風俗って、まあ、男性は一般的にね、うん、はい、いろんな店舗さんがあるじゃないですか。日常的に障害関係なく、はい、障害関係なくあるじゃないですか。そうですね、で、はい、女性だと、はい、風俗って何するのっていう人も多分いると思うんですよ。あ、なんかいろんな言い方あるじゃないですか。世の中に風俗とか、 なんかデリヘルとか、うん、なんかいっぱいある中で、うん、じゃあどこまで何をするのかっていうのを教えてもらえるんですか？大丈夫。あ、いいですよ。ちゃんと単語は絶対うまくしないですけど、基本大丈夫です。はい、うちのお店はデリヘルになるので、うん、はい、セックスの挿入なしっていう感じですね。あ、じゃあ、うん、女性の体に触るのも OK？ OK。 手だけも OK？ 手だけも OK。 で、まあ女性が男性に対するは、まあ、オールオッケーとですよね。オールオッケー、はい。だから、まあ、デリヘルっていうことは、うん、店舗を持ってるってわけじゃないですよね。そうですね、店舗なしで出張型っていう感じで、ホテル行ったりご自宅行ったりって感じです。なるほど。じゃあ、まあ、そのラブスケットをもう作られたっていうことですもんね。開業された。はい、開業しました。開業されて何年経ちますか？今年の8月で3年になります。でもコロナ期間中にスタートしたんですね。そうなんですよ。結構チャレンジですね。そうなんですよ。ここなんか思ったらパーって行動しちゃうので、はい、あまりコロナだからとかはあまり考えてなかったんですよ。じゃあそのなんで障害がある人たちって、うん、性に対しての悩みがたくさんあるんだけど、うん、でも言えないし、かといってそれを発散できる場所、いろんな障害があって自分で動けなかったりとかっていう部分で理解してもらえないんじゃないかっていうので、うん、まあ、別にお店、普通のね健常者の人たちが行くようなお店に、うん、別に行って悪いわけではないのかもしれないけど、うん、多分いろんな不安とか、車椅子でそもそも行けるのかとか、うん、そういうこともあると思うんですけど、はい、なんで障害者専門のその性風俗をやろうと思ったんですか？もともと障害者の方のご自宅に訪問するホームヘルパーをしてたんですよ、うん、お仕事で、はい、でその時にテレビで、うん、障害者の性の特集みたいなやってて、仕事からついついちょっとすごい見入ってしまって、その時にまあその障害者の方が性処理に困ってるっていう女性が、その障害者の方のところへ訪問して、処理、性処理をするっていう VTR だったんですけど、ゴム手袋はめて淡々と手でやるっていう映像がちょっと流れてきた時に、変だなというか、すごいなんか自分の中では会話もしないのかなっていう、会話もなく淡々と別に笑顔を向けるわけじゃなくっていう感じの映像だったので、
えって思って、うん、思ったのがきっかけというか、でその時に重度障害の方のところにまたお仕事で訪問させていただいた時に、うんうん、聞いたんですよ、うんうんうん、青春ってどうされてるんですかって言ったら、うん、ただただ我慢だよっていう言葉が返ってきて、そこから結構深く考えるようになって、それまでは全然考えたこともなく、うん、はい、じゃあ初めスタートは、うん、自分で開業して自分がお客さんに行くみたいな感じですか？そうですね、そのヘルパー時代の訪問事業所さんとかにも言ったんですけど、うん、その疑問とかを、うん、風俗のお話もしたんですけど、うん、大反対を食らって、そんな業界に行くもんじゃないみたいな、うん、やめた、うん、いろいろあって、うんうんうん、それで風俗の世界を知らなかったんですよ、まず、うん、まず風俗の世界を全く知らなくて、うん、テレビで見るようなヤクザさんがやってるような、うん、感じのイメージしかなくて、うん、まず知ろうっていう、うん、でも怖かったんですよすごく、うん、だからドライバーから入ってっていう流れで行ったので、うん、結構疑問を持ってから開業までは結構年数が入ってます、ドライバーさんやってみて、うん、で実際そのキャストとしても普通に働いたことはあったんですか？そうですね、働いて、でまあ健常者の人たちに対してとかのやり方というか流れみたいな、はい、こういうもんなんだなって、まあ、業界全体のまず一般的なものを自分で体験してみて、はい、でもそこで嫌って思わないんですか？別に男性に対してだけやるっていうのが仮に別に抵抗ないですっていうのはあれですけど、結局されるわけじゃないですか自分も、うんうんうん、それは嫌じゃなかったんですか？いいも悪いも経験しましたでちょっとお仕事を辞めた期間も正直あります。でも、はい、でもやろうっていうすごい気持ちになったのはなんでですか？その時お世話になったお店のオーナーさんがいらっしゃって、うんうんうん、この話をしたんですよ、うん、障害者の方は困ってるっていう、うん、オーナーさんもやってみたらみたいな、うん、感じの、だからほぼ勢い、だけというか深く考えてなかったですね。そうなんです、ほとんど、はい、じゃあいろんな障害があるけど、うん、その障害に対しての、はい、まあ、ヘルパーさんの時の、はい、一応知識ってあったと思うんですけど、はい、何に気をつけてやってますか？その行為自体、行為自体でですか、うん、事前に気をつけたい、うん、気をつけなきゃダメなことを、うん、緊張が入ったらどこに力が入るとか、ちょっと手がぐっと反応して動いちゃうとか、うん、足が出ちゃうとか、事前にそういうのを結構細かく聞いて、でその人その人で、まあ、全く違うんですけど、うん、力は入っちゃうので、うん、自分がこう怪我しないようにとか、なくなれないよそういうのもありますし、はいはい、一番は、うん、怪我されないように相手の方も自分自身も。入浴はどうするんですか？入浴は結構大変じゃないですか、はいはいはい、なので無理な方は、うん、まあ、入浴なし、正式でとか、ご理解あるヘルパーさんがいらっしゃったら、うん、事前に入浴済ましておいたよって言ってくれる方もいらっしゃったりとか。そうか、ね、無理はしないっていう。ヘルパーさんがついていらっしゃる障害の人たちは、はいはい、どうしてるんですか？ヘルパーさんはその時外に出てたりとか、うん、近くで待機されてたりとか、うん、まあ、でその空間からはいなくなってもらうみたいな、はい、そこに、そうです、例えばじゃあ、まあ、お家行く時は、うん、まあ、その人はもうすでにお家にいるわけだから、うん、はい、ヘルパーさんは、まあ、ちょっと外出しててくださいね、うん、じゃあそのホテルとか利用する時って、はい、まあ、ちょっと SNS 見ましたけど、はい、スロープ準備してくださってたりしてたじゃないですか、はい、やっぱそのバリアフリーになってないホテル多分多いと思う中 で、 多いです、ね、そう、入室まではヘルパーさんとかも一緒にやるとかってことですか？ベッド上に
寝かせてもらって、はいって言って出て行ってもらって、で終わったらヘルパーさんを呼んで、あ、それってちなみにラブホテル側は、うん、になんか言うんですか？なんかだって一応3人とかで1回行くわけじゃないですか。別に何も言わない。事前に説明してすぐ出ます、退出しますっていうのを伝えたりすると、あ、いいですよって言って心よく扉開けてくれたりとか、お手伝いしてくれる方もたまに、そうなんですね、はい。まあ、私は麻痺だし、まあ、男性下半身麻痺の人もいっぱいいると思うんですけど、下半身麻痺の人と巡り合ったことはありますか？あ、結構多いんですね。ってなると、最後までできないですよね、はい。ってことは、その男性が触るということの方で満足をしてるみたいな感じですか？そうですね。触れ合ったり、こうちょっと寄り添うみたいな感じでお話ししてとか。ああ、じゃあ、まあ、本当に絶対男性の最後までがある確率がある割合って多くはない。そうですね、どっちかっていうと多くないかもしれないですね。どっちかっていうとそういう風に裸で触れ合ったりとか、お話を楽しんだりとか、なんかそういうことの方が多い、今のところは。触れ合いで楽しむ方が40で、ちゃんとあの最後まで、男性の最後までできる人が60、で利用者の年齢の割合って聞いてもいいですか？うちのお店は20代がすごく少なくて、どっちかっていうと40オーバーとかの方が多いですか？3年前に1人でやられて、はい、今はキャストさん増えましたよね？去年一気にって感じですね。去年一気に増え、在籍してくださる方が増えたって感じで。で、基本的に姫路が拠点数か、いや、まあ、そうじゃなくな、まあ、もともとは一人でやられてる時は姫路で出発だったんですけど、姫路出発で、まあ、来てくれる人であったり、移動費払って行けれる距離感で行ってたんですよね。で、今在籍してくださってるのは、まあ、支店みたいなことで言うとしたら支店はどこら辺にいらっしゃるんですか？東京、はい、名古屋、北海道、北海道、滋賀、京都、大阪、で姫路、神戸、関西はもうほぼなんかいい感じにいっぱいいらっしゃるんですね。はい、それはもうキャストの人が SNS とかから、はい、あの入りたいです、やりたいですでも来るわけですよね。来てくださるんですよ、来てくださって、熱い思いを持った人ほど、すごい自分の思いをこうバーッとメールでくださったりとか、電話で伝えてくださったりとか、やっぱそういう方ももともとヘルパーさんとかだったりするんですか？が多いですね。ヘルパーさんだったり、まあ、介護関係、福祉関係で働いてたり、あと看護師さんとか。その視点が増えたことによって利用者さんも多分増えるじゃないですか、近くにあるから。あるからって言って、そうですね。でも関東の方が関西のキャストさんを呼ぶこともありますし、関西のお客様が関東の女の子に来てほしいって呼ぶ方もいらっしゃって、なんかあまり地域的には絞られてないというか、まあでもね、やっぱやるなら好きなことが自分の好みの方がいいってことですもんね。はい、じゃあでも今まで、まあ、3年間あった中で、嫌なことってありました？嫌なことですか？メールのやり取りだと、活字で誤解が生まれる、ああ、なんかそういう思いで言ってないのに、そうなんですよ、勘違いされちゃうってことですよね、思いを。そうですね。あと会員制にしてるので、お店を、会員制にしてて、身分証を事前に出していただくって形を取ってるので、キャスト様
ャストさんがちょっと体調不良で休みって言ってなってしまった時に詐欺だっていうあこれは詐欺だみたいな、あの事前入金もしていただいてるのでお代金を、返金はないんですかその時。いや返金をさせてくださいから、うんうん、詐欺師に口座は教えられないって言ってあーなるほど、返金をさせていただけなくて、ちょっと吸ったもんだしたことがあったりとか、でも本当にお客様はいい方ばっかりで、迷惑行為みたいなのはないんですか。たまにいらっしゃるけど、これはあの障害者とかは関係なくて、健常者の方もあるんですけど、連絡なしに送れるぐらいですかね。まあそうですよね。だってこの時間でシフトというか次のお客さん組んでるのにってことですもんね、はい、でこちらが連絡すると今電車に乗ってて30分遅れますみたいな、よくないですよ、あとあるんですけど、 それは特に障害とかは関係ないかなっていう。そうですね。身支度に関してはやっぱすごいあの時間がかかる時とかね、例えば途中お腹やばいトイレ寄らなきゃみたいな感じがあって、健常者の人よりやっぱり時間っていうものは結構多く取ってないと大変ではあるけど、でも遅れるという一方はすることはできるからそれはいくらお客様であってもなんかそういうのやっぱした方がいいなと私も思いますけどね。ストーカー行為みたいなのないんですか。ストーカーになりうる方もいますけども、普通の一般店でお仕事もしていた時にお話を聞いてたりすると、普通にいらっしゃるから、まあいらっしゃるっちゃいらっしゃる、いらっしゃるいらっしゃるっちゃいらっしゃいますよね。じゃあなんかこうメッセージとか DM とかで、はい、やらしい画像とか送られてくることないですか。いや私がね、私はこういうふうにもうオープンで喋ってる人だから、はい、自分の声も、私は来るんですよそういう方々が。来ます。来るんですけど、ちょっとあの送られても困るということを伝えすると、しつこい人はそんなにいないですけど、その一発目にドーンって送ってくる方はいらっしゃいます、なんかパンツくださいとか言われませんパンツくださいまだないかな。それで言うと一般店ではありました。パンツくださいそう、私は来ますよパンツくださいとか、なんかあとその性癖で、その排尿系が好きな人とかはそのパッド、ニワトリパッドをくださいっていう人とかいるんですよ。すごい、いくらで買ってくれるでも捨てるものをどれだけいくらで買ってくれるのかって思いますけど、ね、聞いてみる聞いてみるそういうなんか、でも性癖をこう無理やり強要されたりみたいなのはないんですか。事前に皆さん結構言ってくださるというか、こういう性癖というかこういうことがやってみたくて、でもちょっと変わってるからご相談みたいな感じで、事前に急にその場に行って言うっていうことは私はなくて、キャストさんからもあまり聞いたことがないですね。あ、じゃあもう本当に事前のその打ち合わせをしっかりしてるがゆえに、現場でイレギュラーな行為っていうのがあんまりない感じですか今のところ。すごい素敵ですね。まあでも確かになんか、ね、自分もお客様の立場というか、自分が男性でお客さんになったとしても、そもそも行けなかった、行くことができなかった、欲しかった空間が今ここにあるのに、自分の何か嫌な行為をして嫌われて、もうあの拒否されたら、せっかくって長くないですか僕が困っちゃうなってなると思うので、なんかそこはでも必要だからこそお客さんもちゃんと大事に向き合って、お互いこう大事にし合っていかないと存続がねできないし。そうですね。でも大変ですか、お店を維持していくということが。そうですね、利用したいけど、利用する以前に壁がある方がいっぱいいらっしゃって、
利用に至らないっていう。え、ちなみにそれはどういう壁になります？例えば、ご家族の理解が得られない、その寝たきりで呼びたいけど自宅に呼びたいんだけど、うん、家族の理解が得られない、でも自分は動けないし外に一人では出れないから利用ができないとか、あとは金銭面とかそこ相談されるんですけど。え、ちなみに価格は聞いてもいいんですか？リアルな数字。あ、まあ、出してます。出してます、うん、まずプラン的に60分スタートですか？うん、そうですね、60分13,000円。うん、え、大体普通の価格ですよね？普通です。激安でもなく高級でもなく、なんか別にその健常者の人たちが行く価格と同じですよね。で、それがデリヘルコース。私がお仕事行く中で、うん、寄り添ってこうピトってしてる方たち同じ料金いただくのかっていうそこになってきて、はい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 、だからもうワンランク下げた。寄り添いコースがあるんですか？え、寄り添い再燃密着っていうコースを作っていて、はいはいはい、11,000円でちょっと値段を下げてるというか。え、それって裸で寄り添うんですか？はい、女性は上だけ脱いで、うん、60分、え、お触りありなんですか？お触りはありにしてます。あ、まあ、下は守る。下は守る。上は自由。相手のは触る？女性は男性、お客様のは触る？お客様のは手のみっていうところにしたんですよ。最後までありの、まあ、できる人だったら、できる人だったら手のみ、口はなしっていうちょっと差をつけたんですけど。なるほど。はい、どっちが人気ですか？なぜか、うん、デリヘルコースを皆さんやはり、そりゃそうですよ、2000円だから2000円出して触れるんだったら2000円がいいですよね。そう、2000円っていうか1万3000円がいいと思うんですけど、まだあまり需要なくて、そのデリヘルコースとあと一番下にデートコースがあって、うん、お外でお茶したり映画見たりとか、うん、なんかそういう普通のデート、はいはいはい、あの体の触れ合いはこう手つないだりとかにはなりますけど、うんうん、デートだけでいい。デートをまずしてみたい、うん、で、どういう子か知ってから次のステップに進みたいっていうコースがあります。それいくらですか？それは、120分からで1万円、うん、聞かないでくださいあ、でもなるほどね、はい、で、それプラス、交通どこから発生するんですか？でも姫路市内だったら交通費はどうするんですか？うん、私が動いてた時は、はい、姫路方面、加古川とか、うん、明石とかは、うん、あの無料にしてたんですけど、うん、女性が動くってなると、うん、あのそこの地域出発じゃないので、ご自宅のある方から出発になるので、うん、無料地域が今のとこ作れてなくて、うん、で交通費はいただくっていう形になってます。うん、大阪市内だと、うん、大阪の女性だと、うん、交通費そんなにかからなかったりするので、そうか、それでも自宅に呼べればホテル代はかかんないし。あ、そうですね。そう、ホテルに行っちゃったら、はい、まあ、ホテル代は男性持ちだからかかっちゃうけど、うん、まあ、でも、まあ、大体2万円、25,000円くらいホテルも入れ入っ、あ、そうですね、はい、で1回できる、うん、それは大体一緒ですね。知らないけど、なんかいろんな人に話聞く感じだと。そうですね、一緒ぐらいかな。そう、まあ、なんか、やっぱ私は女性用欲しいなって思うんですよ。女性用ね。でも結構私の X、Twitter とかに女性用風俗店で働いてらっしゃるキャストの方が連絡くれたりします。うん、女性の障害がある人、うん、もう、うん、そういうのやれたらいいなみたいな、そう、相談みたいな感じですか？やってみたいけど一キャストだからみたいな。うん、結構ちょっとつなげてから多いんですよ、それが。つなげてほしい。あ、本当ですか？特にイケメンをあ、本当ですか？